いいんだけど。なんで配信をしているかというと、先ほどね、スイーツ部のいろいろ発表だったり、あとはなんだ、いっぱいなんかね発表されたりしてって大変だったんですけど、でも見てくださいましたか？見てくださった方いますか？なんか一緒にお菓子用意してみたよって人もいれば、すごいね、たくさんあれもコメントも来てたんですけど、リカちゃんのが優しさです。いや、こっちの配信をなかなか構ってあげられなくてすごい大変だったんだよ。こっちの話にも気を配らなきゃいけないし、こっちのみんなのコメントも見なきゃいけないし、で私は私で私の立場を作らなきゃいけないし、で外野も入れなきゃいけないし、後輩にも気使わなきゃいけないしすごい大変だったんですけど、なんとか頑張りました。でもやっぱりそのね、新潟の協力してくださってる方々とかは、新潟のものをたくさん食べてくれる子っていうのがシンプルに普通に嬉しいだろうなと思ったし、私も美味しかったからバクバク食べちゃったし、そういうこともあってたくさん食べました。たくさん食べるとなんか、いっぱい食べる君が好きって言ってもらえるって聞いたんですけど、本当ですか？いっぱい食べる君が好き嬉しい、ありがとうございます。今日はなんかちょっとお姫様チックなやつ、髪の毛、皆さんにお聞きしたいことがあるんですよ。私皆さんにお聞きしたいことがナイトルーティーンとかって気になりますか？さほど。さほどですか？うん。気になって眠れます。あ、本当？
じゃあちょっと頑張ろうかな。本当のやつお願いします。本当のやつね、頑張って撮ります。釘打ってるの。え、私のこと何だと思ってる？毎日釘打ってる人だと思われてるのかな。はじめまして。気になりますか、タイトル。みんなどうせさん、あれでしょ、すっぴんが見たいとか、なんかお風呂シーンが見たいとか、そういう感じでしょ。どうせ私には1ミリの興味もないみたいな感じでしょ、どうせ。それも見たい。本当？ガチならお風呂はいい。スキンケアとか知りたいです。あ、スキンケアね。スキンケアマジで適当だからな、私。紐の女ですよ。スキンケアね、超適当なんだよね、私。こんばんは。干物にしては華やかな。めっちゃズボラですよ、私。いいんですか。いいですよ。それさ、ファンの人たちはさ、推しフィルターかかってるからいいけどさ、何のフィルターもかかってないさ、なんか一般の人にもさ見られるって考えたら超怖いんだけど。いや、みんなはなんか言うてでしょみたいな感じで思ってるでしょ。どうせリカちゃんまたそんなこと言って、どうせなんかすごいケアとかストレッチとかヨガとかしてるんでしょみたいな思ってるんでしょ。どうせマジでしてないからね。マジでしてないからね。ヨガする女嫌いな。そう、ヨガする女は嫌いなのよ。なんで知ってんの。え、なんで知ってんの、言ったっけ私。
前に言ってた。まあ言ってそうだしね。じゃあ言ったわ。覚えてないけど。本当にそうだし。ヨガする女と、なんか休日になんかオーガニックのなんかパンとか焼き始める女も終わりです。意識高い系嫌いでしょ。うん、意識高い系嫌い。でもさ、そうなんか休日はよくオーガニックのものを使ったりして料理をしていますみたいなさ、言う人ってさ、じゃ人生のうちにそんな日何日間あったよ。絶対数えれるよ。それってなんかルーティーンとは言わんのよ。謎のスムージーとかなんですか。いや、スムージー女は無理だね。スムージー女は無理。なんかやたらとジュースクレンズとかやってる人無理。謎のスムージー。はあ、マジで眠い。待って、ショールームさ、私さっき壇上読まなかったんだよ。だからさっき1時間くらいやってたよね。あれ1時間ぐらいやってたよね、あのショールーム。だから同じくらいやって、まあ本当の私はこれだよと。え、ガチのテンションマジで。これ今本当に寝てないからマジで眠い。でもちゃんと仕事してたでしょ。そう考えてみて、さっきの私を思い浮かべてみて、あれが仕事だよね。あれが仕事だよね、俗に言う。いや、偉い。ほんと偉い。私って今日は偉いわ。
あのテンションをすぐ出せるのさすが。いやもう最後の力を振り絞ってた振り絞ってました。今日は、さっき壇上読めなかったので、明日に多分更新されると思うけど、3位から1位までの方にサインを書きます。今日はサインデイ。でもさ、リボンはもうつけてない。取ったよ。何かがいるの衣装似合ってて可愛かった。本当？嬉しい。LINE お友達になって、あ、公式 LINE ね、やってるので、ぜひ見てください。最近 LINE ブログも始めたので。マジで疲れた。今日はもう全然寝てない、全然寝てない。なるべく早く寝よう。うん。でも私はみんなとここでたくさん話してすっきりしないと寝れないから。こんばんは。飲んでないです。紅茶はアホほど飲んだけど、紅茶飲んだだけでマジで何も飲んでない。本当に私今日の台本この辺に置いたはずなんだけど、どっか行ったわ。新しい髪色素敵ですね。嬉しい、ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいです。とってもこいつは胃が荒れる。そうなの？そんなことないよ。そんなことないよ。リカちゃんヨーロッパのお姫様みたい。なんで？どの辺が？どの辺がですか？リカ
ちゃんもしかして新しいリップ使って、うん、これは今あのいつも持ってるリップがなくなっちゃったから仕方なく使ってるだけ。そう、コンビニで慌てて買ったんだ。コンビニで慌てて買ったんだ。服の感じとか、嬉しい。そういう風に言っていただけるの本当に嬉しいです。ありがとうございます。そう、コンビニでどこのかな、インテグレートだ。なんか好みの色のリップ持ってきてなくて、あ、これは気分上がんないやつだと思って必死に探してっていう感じ。リカちゃんピンクの iPhone 予約したしてないしてないよ。 iPhone 欲しいけどね、新しいの。私2個前とかだからさ、 iPhone X、 じゃあ XS か、私が使ってるの。ループしだした。え、ループしてる。え、ループしてる。更新して、みんな更新してください。更新してください。更新してください。電波クソ悪い。無理なんだけど、もうやだー。